濃いマイナス74ビートは2010年に発見された太陽系外の天体で太陽の26倍の高度を持つ A 型主系列性濃いマイナス74の周囲を1周5.2日かけて好転している。惑星あるいは褐色矮星に近い質量、半径を持ちながら表面温度は太陽の2倍以上という天体である。低質量の白色矮星や 高温の惑星の可能性が論じられているが、どのカテゴリーに分類されるべきかは2010年の時点では明らかでない。マイ -74B と同時に報告された同種の天体として、マイ -81B がある。マイ -74B は、ケプラー計画の2009年5月から同年6月の観測データをもとに発見され、アメリカ天文学会。 第215回会合で報告された。ケプラは太陽系外惑星が恒星の手前を横切る際の現行を観測する宇宙望遠鏡で、コイ -74B も他の系外惑星と同様にこの手法に基づいて発見されたものだが、コイ -74K の高度変化は得意なものだった。番星が太陽系外惑星や低質量星などの場合、 構成の手前を通過する際に最も大きな現行が起きる。また、これとは別に、番星が構成の奥に隠れる時にも現行が見られるが、通常、番星の単位面積あたりの高度は、主星よりずっと小さいため、現行の幅も構成面通過の時と比べてわずかで、ある。しかし濃いマイナス 74B の場合は、構成の手前を通過するより、 恒星の奥に沿平される時の方が大きな原光を引き起こしていた。これは、濃いマイナス 74B が主星を上回る単位面積あたりの高度で輝いていることを意味している。高温の天体の表面高度はほぼ天体の温度のみに依存するため、濃いマイナス 74B は惑星並みのサイズを持ちながら恒星より高い表面温度を持つ得意な天体であることが示された。 濃いマイナス 74B の表面温度は 12300K と推定されている。この値は大質量の恒星の表面温度に相当するが、半径は太陽の0.079倍と観測されているため、恒星とは考えられない。晩星が主星に及ぼす超積力の観測から、質量は太陽の0.3から3.2%と推測されている。これは、 惑星や褐色矮星が取り得る範囲で、前述の半径の観測値も、恒星より、この種の天体に近いが、仮に濃いマイナス 74B が、惑星や褐色矮星だとすると異常に高温である。天体の熱源が、中心の恒星からの放射のみによると仮定すると、表面温度は 2250K 程度にしかならないと、見積もられている。潮汐力による加熱を考慮すれば温度は、 いくらか上昇する可能性もあるが、それでも1万度を超える高温を説明するのは難しい。形成後間も,もない惑星が冷却する以前の状態という推定もある。濃いマイナス 74B の正体は低質量の白色矮星なのではないかとも考えられており、実際にコンパクトで高温という濃いマイナス 74B の性質は白色矮星に類似している。 推定された質量は標準的な白色矮星としては小さすぎ、逆に半径は大きすぎるが、もともと構成から遠くにあった白色矮星が何らかのメカニズムによって恒星の近くまで移動すると天体表面の物質が剥ぎ取られ、質量が小さくなる可能性がある。質量を失うと重力が弱まって密度が低くなり、半径も大きくなると推察されている。 2010年1月の時点では、濃いマイナス 74B に関する情報は限られているが、視線速度法によってより高い精度で質量が計測できれば、より詳細な議論が可能になると考えられている。ありがとうございます。